モーゼス・ヘイズンはアメリカ独立戦争の時の大陸軍准将である。マサチューセッツ植民地で生まれ、ロジャース・レンジャーズの一員としてフレンチ・インディアン戦争に参戦し、その後ケベックのモントリオール郊外に入植し、そこでアメリカ独立戦争初期のカナダ侵攻作戦に巻き込まれアメリカ植民地軍に従軍した。この戦争を通じて自分の連帯を指揮した。 ヘイズンはまた、ケベック州、ニューハンプシャー州、バーモント州、及びニューヨーク州に土地を所有する土地開発者だった。ヘイズンは、マサチューセッツ植民地ヘイブリルで、昔からのニューイングランドピューリタンの家庭に生まれた。ヘイズンは、ユダヤ人であることを示す逸話が伝わっている。ケース学者によれば、ヘイズンの家系は明らかにイングランドにつながり、そこでは、 生が発生だった。ヘイズンの同時大臣、例えば、ジェームズ・トンプソン軍曹はその日記、フレイザーのハイランダーの中で、サントフォアの戦いからの撤退中に、ヘイズンに会った時に、途中で私は、ユダヤ人のモーゼスヘイズン大員に出くわしたと書いており、ヘイズンが、ユダヤ人と考えていたと考えられる。ジョージ・キャンピオン描く、サントフォアの戦いフレンチ・インディアン戦争が始まった時、 ヘイズンは川なめし屋で都邸修行をしていた。1756年、家族の多くの者が入っていた地元の民兵隊に入隊した。はじめに、ジョージ湖近くのウィリアム・ヘンリー・トリデで任務につき、そこで、ロジャーズ・レンジャーズの指揮官、ロバート・ロジャーズと初めて出会い、その指揮下に入った。ロジャースは、その後、レンジャーズの新しい中隊でヘイズンを指揮官に任命するよう推薦した。 1758年、イギリス軍によるルイブール要塞包囲戦中に、ヘイズンの兄弟がア資シシをイギリス軍に供給するのを助けた後、エドワードトリデで、レンジャーズのジョン・マカーディ中隊で将尉に任官された。マカーディ中隊では、ルイブール攻撃で戦闘が極めて激しかった、最初の上陸時を含め、戦闘に参加した。ルイブールの後、 その中隊はまずセントジョン砦に駐屯し、その後セントアントリデに移って、アカディア人やインディアンに対して戦い、襲撃を行った。ある特に残酷な事件の中で、6人の男の頭皮を、萩、他に4人と2人の女、3人の子供を、平寸が火をつけた家屋で焼き殺した。地元の民兵隊指導者で焼かれた女性の父でもあった、ジョセフ・ベルフォンテーンは、 レンジャーズへの協力を強制するためにこの事件を目撃させられたと訴えた。ヘイズンを大尉に昇格させるまでこの事件を知らなかったジェフリー・アマースト将軍は私は常に女性やいたいけな子供を殺すことを認めないので彼の長所を傷つけたあの事件について聞いたというのは残念なことだ。と述べた。1759年1月、マカーディ大尉が 兵士の倒した木の下敷きになって死んだ。ヘズンは中隊の指揮を任された。1759年のその後に中隊はケベック包囲戦に参加し、主に郊外の偵察や襲撃に関わった。ケベック市が陥落した時はそれらの襲撃の一つに出ていた。ヘズンの中隊が関わったもう一つの残虐行為としてケベックに近い教区で、 牧師一人と三十人の教区員が殺され、頭皮を剥がれた。平寸は1760年のサントフォアの戦いにも参戦し、太ももに重傷を負った。1761年2月、イギリス軍第44連隊の注意としての任官を購入した。この戦争の残り期間は、モントリオールの守備隊任務となり、1763年に休職級で退官した。 ジェームズ・マレー将軍は1761年にヘイズンについて彼は大変な勇敢さを示し功績を残したので彼が要求できるあらゆる軍隊的報奨を得る資格があると肯定的に記した。ヘイズンの共同経営者ガブリエル・クリスティ・ケベック法以前の間にヘイズンは当時補給係副官だったガブリエル・クリスティと出会った。クリスティはモントリオールの南。 リシュリュー川流域にいくらかの土地を所有しており、その資産を拡大しようと考えていた。戦後、クリスティとヘイズンは共同でサントジャントリデに近いリシュリュー川東岸にあるサブレボアとブルーリーの漁師領地を購入した。また、西岸の土地をロンギュール断石から沈着した。これらの所有によってシャンプレーン湖から船で到達可能な北端であるサントジャン周辺の 土地所有権をほとんど排他的に支配した。まだ軍部についていたクリスティはその土地を離れることが多かったので、ヘイズンが土地を開発し、クリスティが資金を提供した。ヘイズンはアイバービルに領主館を作り、2カ所の製材所を作って木材の販売など各種の事業を始めた。1765年、ヘイズンは土地の副則領主と治安判事にも指名された。 その取り扱う事業の中でニューヨーク市のイギリス軍指揮官だったトマス・ゲイジ将軍に軍用の設備や木材を提案した。ゲイジは当時興味を示さずその地域で軍事行動が必要になればその提案を心に留めておくと伝えただけだった。ヘイズンは領主領での事業を拡張したがその積極的な開発で負債も背負いクリスティとの間に摩擦を生じた。 1770年、不採に不満だったクリスティは、最終的に生産を要求した。このことで、持ち分の分割を行うことになり、ヘイズンは、ブルーリースドと呼ばれるブルーリー領主領の南側部分を受け取った。ヘイズンとクリスティは、その後何年もこれらの土地の支配権をめぐって、訴訟を繰り返し、アメリカ独立戦争後に、クリスティが全体の支配権を勝ち取った。 1762年、ヘイズンの兄弟であるジョンが、コネチカット川東岸の最北、ニューハンプシャーのヘイブリルに入植し、1764年には、ジェイコブベリーが、ヘイブリルとは、対岸の、現在では、バーモント州、ニューベリーに入植した。ヘイズンはこれらの開拓地に持ち分を持っており、またコネチカット川西岸、今日のバーモント州ブラッドフォードでも、土地を取得した。 そこからセントジャンまで道路を建設するアイディアが生まれたのはこの時だった。このアイディアはアメリカ独立戦争の時に再浮上し、ジョージ・ワシントンがベイリー・ヘイズン軍事道路の建設を承認した。ヘイズンの土地開発はセントジョン川協会に加入した1764年に成長を続けた。この組織は当時はノバスコシア、 現在のニューブランズウィック州のセントジョン川に沿った土地を開発する目的で軍隊の士官集団が創設したものだった。その共同出資者の中にはトマス・ゲージ、フレデリック・ハルディマンド、ウィリアム・ジョンソン及びトマス・ハチンソンが入っていた。1770年秋、ヘイズンはモントリオールの名家出身であるシャーロット・ドラソセイと結婚した。夫妻は サントジャンに近いところで落ち着き、家を建て、農業を始めた。大陸会議所有連帯の動き1775年にアメリカ独立戦争が始まった時、ヘイズンはサントジャンで、半球で暮らしていた。5月18日にベネディクト・アーノルドがサントジャントリデを襲った時、ヘイズンはその襲撃の知らせをまず、モントリオールの軍当局、続いて、 ケベック市のガイカールトン総督に報告した。その後県に戻って、この紛争が自分自身や土地に与えるかもしれない影響を検討した。アメリカ大陸軍がカナダに侵攻し、9月6日にはサントジャンのヘイズンの家近くまで到着した。その日ヘイズンはフィリップスカイラー将軍にあって、サントジャン取りでは防御が固いので包囲戦でも抜けそうにないこと、また地元の住人は、 アメリカ側を支援しそうにないことを説明した。この悲観的な話にスカイラーは撤退を考えたが新たな大陸軍が到着し近くのシャンブリーに住んでいる穀物省ジェームズ・リビングストンからの楽観的な評価もあって大陸軍は改めて攻撃することになった。リビングストンは11月に第1カナダ連隊を結成させることになった。9月17日、この時 大陸軍を指揮していたリチャード・モント・ゴメリー殉相がサントジャン取り出方位戦を開始した。翌日ジョン・ブラウンの指揮する大陸軍文献隊が砦の北で平寸を逮捕した。しかし、砦からのイギリス軍突撃隊がブラウン隊を交代させた。平寸はイギリス軍の手に渡った。イギリス軍指揮官のチャールズ・プレストン少佐は平ンを信用せず、 クロード・ド・ロリミへの護衛付きで、モントリオールに送った。リチャード・プレスコット巡将は、ヘイズンの行動に関する説明に不満であり、ヘイズンを投獄した。ケベックの戦いでのモンゴメリー将軍の戦士、ジョン・パランブルがヘイズンは過酷な状態で54日間、閉じ込められていた。イギリス軍は、サント・ジャントリでの陥落後に、モントリオールから撤退し、 その時に使った多くの船の一つに囚人を乗せて輸送した。イギリス戦隊の大半は大陸軍に捕獲され、大陸軍はその指示を表明したヘイズンや他の政治犯を釈放した。ヘイズンはイギリス軍から受けた待遇に不満であり、ケベック市に向かう大陸軍に入隊した。ヘイズンはアメリカ軍が包囲戦中にその土地にかなりの損害を与え、 物資のために略奪し、ヘイズンの家を宿舎に使ったという事実にもかかわらず、大陸軍に入隊した。カナダ侵攻作戦も、参照ズンは、ケベックの戦いに従軍し、その破壊的な損失を、フィラデルフィアの第二次大陸会議に報告するために、派遣された二人のうちの一人となった。大陸会議は、ヘイズンの功績を認めて大佐に任官し、大陸軍の第二カナダ連隊。 またの名を大陸会議所有連帯あるいは、ヘイズン連帯の指揮官に任じた。ヘイズンは、当初順庄の位を提案されたが、これを拒み、その代わりに大差を要求し、戦闘で失われた損失への賠償を求めた。ヘイズンは、リビングストンの隊員の一人であるジョン・ダガンより前に、フィラデルフィアに到着して幸運だった。ダガンにはそれ以前に、ベネディクト・アーノルドが、 第2カナダ連隊への任官を約束していた。ヘイズンとアンティルはケベックに戻り、アンティルが連隊のための兵士を徴兵している間、ヘイズンはモントリオールに駐屯していた。ヘイズンは1776年3月下旬から4月半ばの短期間大陸軍のためにモントリオール防衛軍を指揮した。この時、デイビッド・ウスター将軍がケベック郊外の大陸軍を指揮し、 アーノルドがモントリオール守備隊の指揮官に就任した。ヘイズンが指揮を取った間に、ティモシー・ベデルと390名の兵士を派遣して、モントリオールから約40マイル上流のザ・シーダーズの防御を固めさせた。この部隊は5月のシーダーズの戦いで、イギリス軍とインディアンの連合軍に降伏した。アーノルドがモントリオールの指揮権を取ったことに続いて、 ヘイズンの連隊はシャンブリートリでの守備隊任務を与えられた。ヘイズンはザ・ーシーダーズの戦闘に対する大陸軍の反抗を支援する援軍として呼ばれた。作戦会議でヘイズンとアーノルドはどのような行動を取るべきかについて白熱したやりとりを行い、アーノルドの意見では命令不服従の域に達していた。アーノルドはそれ以前にヘイズンについて高い評価をしており、 ヘイズンは、分別があり、懸命な士官であり、この国を地出していると記していた。1776年5月と6月に、大陸軍がケベックから撤退する間、ヘイズンとアーノルドは告発と反論の告発、軍法会議や、その他の審問などにつながる論争に巻き込まれ、これが1779年まで続くことになった。問題はアーノルドが、 モントリオールの商人から挑発し、シャンブリーに送って退却の一部として、南に運ぶよう命じた物資のことだった。ヘイズンは、シャンブリーの施設を担当しており、その物資がモントリオールの友人の資産であると分かったために、その物資の運び出しを認めることを拒んだ。それに続く、退却の中で、これら物資の大半は略奪され、失われた。アーノルドは即座に、 平ンを命令に従わなかった角で、軍法会議にかけることを望んだが、イギリス軍が接近したために、大ンデロがトリデに戻るまで、そのようなことはできなかった。アーノルドの平ンに対する意見ははっきりと変わった。これは、平ン大佐が命令に従わなかった、最初の機会でも、最後の機会でもなかった。彼がついているポストに対してあまりに出過ぎた男だと思うと記した。 ヘイズンの軍法会議は1776年7月19日に開かれ、見事に無罪となった。しかし、その過程には異例のことがあり、アーノルドはその後もヘイズンを攻撃し続けた。1776年12月、別の審問が開かれ、ヘイズンはまたしても悪事をしていないとされた。続いて、ヘイズンがアーノルドをモントリオールの商人から略奪したと告発した。 アーノルドは1779年までこの容疑を晴らすことなく、その時にはすでにイギリスへの寝返りを考えていた。ヘイズンの連帯は、ケベックからの撤退によって著しくその数を減らしており、1776年の夏から秋にまず、タイコンデロガトリデで、続いて、オールバニでの任務を与えられ、その後、フィッシュ・キルでの冬季宿泳を命じられた。この期間、ヘイズンは、 徴兵を続け、大陸会議からは、アメリカのどこからでも徴兵してよいという許可を得た。北部の植民地では、そこの連帯を補充するのも困難であったので、平ンは難重した。他の徴兵担当者に競り負けることも多かった。中部植民地で徴兵したアンティルはより成功を収めた。 1777年6月までにこの連隊は700名にまで達したが承認されていた勢力は1000名だった。当初のケベック出身の兵士と13植民地から徴兵した新しい兵士との間の文化的違いが連隊内のよくある摩擦の原因になった。その結果、ヘイズンはフランス語を話す兵士を別の中隊にまとめた。ヘイズンは ケベックの自分の資産に対する損害について、大陸会議に保証を求めた。当初の請求額は1万1363ドルだったが、大陸会議は1776年10月に2595ドルを支払った。ブランディワインの戦い及びジャーマンタウンの戦いも、参照1777年5月、平ンの連帯はニュージャージーのプリンストンで、 大陸軍主力と合流するよう命じられ、ジョン・サリバンの旅団の一部として、フィラデルフィア方面作戦で活動した。ヘイズンの中隊のいくつかは、スタテンアイランドの戦いに参戦し、この戦いでアンティルが捕まった。ブランディワインの戦いで、ヘイズンが指揮したのは、大陸軍前線の北端であり、そこは、イギリス軍によって攻撃された側面の一つになった。この戦闘で、 ヘイズン連隊は4名の士官と73名の兵士を失った。ジャーマンタウンの戦いでは、この旅団はサリバン隊の一角となって町に興奮した。ヘイズン連隊はこの時の戦闘で士官3名と19名の兵士を失った。ヘイズンは1776年にアメリカに戻って以来、特にカナダを主体として大陸会議と常に対話を続けていた。 1778年1月、この対話がいくらかの結果を生み、フランスの援助もあって、カナダ侵攻の計画が始まった。平ンはこの作戦で補給係副官に指名された。しかしその計画は、平坦の難しさで挫折し、実行されることはなかった。最終的に1778年3月に、大陸会議が中止させた。この失敗でもヘズンにとって、 カナダ侵攻のための新しい経路を提案する、障害にはならなかった。その経路は、ヘイズンが土地を所有しその地域を知っている、ニューベリーから、ケベックのサントフランシスに至るものだった。7月12日、ハイズンは、ニューベリーを出発しその経路を偵察した。7月25日には、ホワイトプレーンズに戻っていた。この動きは、ニューヨーク地域で人員が必要とされたために、 しばらく中断された。ニューベリーを発する経路に基づくケベック攻撃の計画は1778年秋にも再考されたが、ワシントンがそのアイデアに対する抵抗を続けた。1779年の春と夏、ヘイズン連隊とティーモシー・ベデル連隊は、再度カナダ侵攻を始める目標をもって、ベリー・ヘイズン軍事道路の建設のために働いた。道路の一部、ニューベリーと ピーチャームの間は1776年にジェイコブベリーによって作られていた。ヘイズンは現在のバーモント州北部ヘイズンズノッチと呼ばれるところまで道路建設を監督した。この建設は8月にイギリス軍が建設部隊を捕まえるためにセントジョンで軍隊の準備をしているという知らせが入って中断された。 ワシントン将軍はこの経路で進行軍を送るつもりにはならなかった。工事全体はイギリス軍の注意をそらすためのおとりであり、進行を始めることは思いとどまらせた。ワシントンは大陸会議にあてて、この工事はケベックとセントローレンス川沿いの基地で注意を喚起する目的のものであり、先のサリバン将軍の遠征隊のために牽制を行うものである。 遠征は見事成功した。と書き送った。ヘイズンとその連帯はニュージャージーのモリスタウンにあるワシントンの主宿営地でその冬を過ごした。そこでヘイズンは再度訴訟沙汰に巻き込まれた。アーノルドとの以前の対立に関する告発を審査する軍法会議のためにその任務を解かれ、また夏の道路建設の間に物資の管理を誤ったことで告訴された。 1780年春にストイベン男爵による軍隊の詳細審査が行われ、ヘイズン連隊とすでに103名まで減っていたリビングストン連隊を合併するよう推奨された。ヘイズンとリビングストンの間にはその年功に関する政治的な確執があり、ヘイズンがその闘争に敗れて、1781年1月1日付の再編成実行に続いて、 統合されたた連帯を諦めることになっ1780年1月、この連隊は失敗したスタテンアイランドの攻撃に関わった。この作戦がイギリス軍に漏れていた。ヘイズン連隊はエノック・プア旅団に転籍となった。その転籍が実行されるまでに、ヘイズンは全旅団の指揮を任されたが、この時も、殉承承認の要請は拒絶された。その夏、旅団は、 ウェストポイント地域に配置外となった。そこへ行く途中で、平ンは兵士たちが水を飲むために停止することを認めたが、これで軍の隊列を壊してしまった。ストイベン男爵は、軍の規律を破った角で、平ンの逮捕を命じた。この時も、平ンは、無罪となり、すぐに主官及び真摯にふさわしくない行動でストイベンを告発した。ストイベンは謝罪した。 ヘイズン連隊はその秋ウエストポイントの対岸で守備に着いたが、この時、イギリス軍スパイのジョン・アンドレが捕まり、アーノルド将軍は蓄転した。ヘイズンの老いであるベンジャミン・ムーアズを含めヘイズン、旅団の兵士100名が、アンドレの処刑に立ち会った。1781年6月29日、ヘイズンは準将に昇進し、ヨークタウンの戦いの時は、ラファイエット指揮下の一個旅団長を任された。 独立戦争終了後、ヘイズン将軍はケベックに戻ることができなくなり、ニューヨーク州北部で土地特許を得た。1803年2月5日、ヘイズンはニューヨーク州トロイで死に、そこで葬られた。1828年5月26日、アメリカ合衆国議会はヘイズンの法的代表者に対し、ヘイズンが大陸軍に加わった時に、 半球で失われたものの代償として3998.81ドルの支払いを承認した。ありがとうございます。